オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour tout le monde, c'est Joseph, professeur chez Ensemble en français. 皆さん、こんにちは。アンサンブルアンフランセ、フランス語講師のジョセフです。J'espère que vous avez bien profité de vos congés de fin d'année et que la reprise du travail se passe bien. 年末のお休みは楽しまれたでしょうか？そして休み明けのお仕事は順調でしょうか？ Personnellement, cette année, j'ai pris la résolution de faire un petit régime. 個人的には私は今年少しダイエットすることにしました。Durant l'année dernière, j'ai pris quelques petits kilos de trop. 去年の間に数キロ体重が増えてしまいました。Il va falloir que je me remette sérieusement à faire du vélo. 真剣に再びサイクリングをしなければなりません。Et vous? Avez-vous pris des résolutions pour l'année 2023? Les avez-vous déjà mises en pratique?あなたは2023年の目標を決めましたか？もう実行してますか？ Dites-le moi dans les commentaires. コメント欄で教えてください。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は私、ジョゼフがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は先日デビューされたピエール先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. 早速レッスンを始めましょう。Aujourd'hui, j'ai l'intention de voir avec vous l'utilisation du subjonctif présent. 今日は接続語の現在形の使い方を一緒に見ていこうと思います。Le subjonctif exprime une attitude subjective. Le subjonctif est toujours précédé de la conjonction que, qui suit la phrase principale, donnant une opinion personnelle ou exprimant une obligation, un désir, un sentiment. 接続語とは主観的に事柄を述べるときに使う表現で、個人的な意見、義務、願望、感情などを表す動詞を伴った主節の後ろに必ず接続詞くと一緒に使われます。Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison du verbe aller au subjonctif présent. 今日は、aller、行くの接続語現在の活用を見てみたいと思います。La forme est complètement différente du présent simple. 形は普通の現在形とは全然違います。こうなります。Que j'aille. Que tu ailles. Qu'il aille. Qu'elle aille. Que nous allions.Que vous alliez, qu'ils aillent. Maintenant, il faut connaître quelques expressions avec lesquelles on utilise le subjonctif présent. これから接続語現在と一緒に使ういくつかの表現を学ぶ必要があります。Il y en a une que l'on utilise très souvent. Il s'agit de « il faut ». フランス語ではよく使う表現は「il faut」。〇〇しなければいけませんです。Voyons un exemple. 例文を見てみましょう。銀行に行かなければなりません。Il faut que j'aille à la banque. Il faut que j'aille à la banque. Il faut que j'aille à la banque. 例えば、行き先を中性代名詞のI に置き換えて I の前に置いて Il faut que j'y aille. Il faut
que j'y aille. Il faut que j'y aille. というと、直訳では、私はそこに行かなければなりませんですが、そろそろ行きますね、や、そろそろ失礼しますね、というような便利な表現として使うことができますよ。Même si vous conjuguez le verbe falloir à différentes formes du passé, le subjonctif présent ne changera pas. Voyons ça avec un exemple. たとえ最初の動詞 falloir をいろんな時世で変化させても、que の後ろの接続法は現在形のままで変わりません。falloir が複合過去の場合の例文を見てみましょう。急な出来事の場合は、Il a fallu que j'aille à la banque. Il a fallu que j'aille à la banque. Il a fallu que j'aille à la banque. 銀行に行かなければなりませんでした。falloir を半過去で活用しても、que の後の接続法は現在形のままです。意味は銀行に行かなければなりませんでしたになりますが、この場合は急ではなくてずっと前から計画していたという意味になります。Il fallait que j'aille à la banque. Il fallait que j'aille à la banque. Il fallait que j'aille à la banque. Voilà, j'espère que vous avez compris. La prochaine fois,Nous verrons un autre verbe que l'on utilise souvent avec une nouvelle expression. お分かりいただけたでしょうか?次回は新しい表現と一緒によく使う別の動詞の接続法を見てみましょう。Là, il faut que j'y aille. では、そろそろおいとましますね。Je vous souhaite bon courage et à bientôt.いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント!アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は新年の1月3日に講師デビューされたピエール先生の魅力をお伝えいたします。パリジャンのピエール先生は英語やスペイン語、ポルトガル語も流暢に話せるとあって、国際的な感覚に加え、何事にも深い興味と知識をお持ちの講師です。地理、歴史の教師として長く教鞭を取った後、現在はフランス語教授法の資格を取得するための研修を受けながら、外国人学生にフランス語を教えています。旅行やスポーツなど多趣味なため、どんな話題にも詳しく、会話を深く掘り下げてくれます。落ち着いていて、安心感のある雰囲気の中、生徒の話を遮らずに、じっくり耳を傾け、今すぐ改善すべき点を見極め、ポイントを押さえた解説が魅力です。生徒の理解度を確認しながら、間違えた部分を分かりやすくチャットに書き出してくれるので、復習に大変役立ちます。フランス語で考える力を伸ばしたい、語彙や見聞を豊かにしたい方におすすめの講師です。日本時間の午後から夜にかけてレッスンを提供しておりますので、気になる方はぜひ一度、ピエール先生を受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。
確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカベットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。